はい、今日はトミカのドライブヘッド日産 GTR スペシャルセットを開けます。はい、はい、どうぞ。え、ダンボールダンボールだ。はい、はい、ゴミ捨てた。これはゴミ捨てた。お、よくわかったね。他は今休憩だ。じゃあ消防だ。あ、消防。お、これはすごいね。どうですか？赤が書いてて、これ白が、ね、どれが警察？これ。これ警察？うん、機動救急警察専用車日産 GTR 警察バージョンだって。いや、早そう。早そう。じゃあ次の赤いやつは？これは機動救急警察専用車日産 GTR 消防バージョンです。はい、白いやつは救急バージョンです。これ3台これで警察、消防、救急が揃ってるってことだね。救急車、救急バージョン運ばれてるの気がしたんですか。これが通常版の GTR だね。これ初回特別仕様だったで、もう一個これもあるよ。これはイベントモデルの GTR だね。すごいね、GTR いっぱいだね。11? そうだね、5台です。事件発生、警察緊急出動です。あれ、それ警察どれが悪い GTR なの？こっちとこっち。よし、犯人逃げろ。大変、救急がやられた。消防もやられたの、うん、警察車両だけで頑張ろう。なんて警察もやられるの。こっちから行く。今日も暑いから熱中症の病人が発生しました。救急車もないといけないだ。救急、緊急出動です。これサイレンどんな音鳴るの？いいでしょ。違う。あ、ここでないじゃん。はい。これサイレンない。あ、本当だ。赤色灯はないね。っていうことはサイレン鳴らないの。うん。じゃあちょっと一個警察見せてください。はい。じゃあしっかり見ていこうかな。これが警察バージョンの方だね。でボディ全体はブルーで結構速そうなこうカラーリングだよね。フロントガラスのところにはハイパーレスキューってプリントされてるね。で当然フロントの方には GTR のエンブレムがあります。でタイヤはサスペンションがついてます。でドアが開くね、まあ、運転席は右ハンドルです。でリアのところは日産のエンブレムと GTR のエンブレムだね。でラを見ると2016でナンバーは23番だね。でもう一つ次が消防バージョンだね。でフロントガラスの上にはハイパーレスキュー、これは一緒だね。で消防バージョンっていうだけあってこう絶対がレッドでなんかこう炎をイメージしてるのかな。でもう一台がでこれが救急バージョンだね。同じくここにはハイパーレスキューだね。で救急車のイメージのホワイトはベースになってます。で後ろの方はホワイトとレッドを使われてるね。で3台ともベースは同じ23番だね。ナンバー23です。でこれはドライブヘッドの日産 GTR SP セット、スペシャルセットだね。これは普通のお店に売ってるんじゃなくてイオンシネマのドライブヘッドの映画を前売り券で予約したら買うことができます。でネットで確認するとトミカ GTR スペシャルセット付き前売り無ビチケカードイオンシネマ限定になるね。で発売日は今日の7月21日からだね。で親子ペアで買うと2200円だね。でプラス2400円税抜きでさっきのドライブヘッドのこのセットが買えます。この警察と消防バージョンっていうのは8月に確か発売予定になってたんじゃないかな。だから単品で買うよりも早く入手することができたね。で前売りムビチケカードをローソンとかミニストップロッピーで予約すると
この特別機動隊バージョンのトミカが買えるんだね。これも受付期間がスタートしてます。8月23日までになってるね。だからこの4台を揃えようとするとこれ結構大変だね。映画2回見るのかな。単品でそれぞれこれからまた発売されるのかもしれないけどね、まだ定かではありません。はい、じゃあ今日はドライブヘッドの GTR スペシャルセット開けました。はい、どうだった？楽しかった。これ買いに行くのちょっと遠かったね。遠すぎ遠かったね。前売り券、映画の前売り券買ったから今度映画見に行こう。はい、じゃあ映画見に行こう。うん、まあ今買えてない。そうだ、今日はやってないぞ。じゃあまた今度映画見に行きます。じゃあ今日もおしまいです。バイバーイ。なんだそれ。